はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。ポケモンスナップ引き続き雪原のね、なんか夜見てきてみたいな、早速見てきてみたいなねそういう感じになったんで、そう夜のね雪原が解放されたんで、早速ヒエル雪原の夜見ていきましょうか。これ別にルート分岐があるわけじゃないんかな。あー、洞窟もあったな鬼氷がなんかいたけどみたいな、そんな感じなんですけど、夜はどんなポケモンがいるのか、あとなんか光ってるやつ見つけたら片っ端から取っていくみたいな、そんな感じでやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、そんな簡単に光ってるやつがいるのか問題はある。あとね、なんか、あー、ちょっと待って、なんだっけ、グライナ、ポッチャマ、グライナ、いいね、おお、ちょっと待って、大自然の厳しさを感じるね。やばい、ポッチャマが追い詰められてる。これいい写真を期待しているよ。いい写真を、大自然の厳しさ、なんかいろいろ探してる、クンクンしてる何探してんねやろ。ちょっと待って、あれはいつものクリスタフラワー、チューン、雪わらしが上でゆっくりしてる。グラエナは何かを探してる。お、めっちゃ吠えてるなんかそっちあった、そんなことない。後ろ向くとちょっとゆっくりなんかな。なんかね、ズーム中とゆっくり中は、ちゃうわ、後ろ向いてると中はちょっとゆっくりになるけど、確かにズーム中ゆっくりな気がする。後ろ向いてる時のゆっくりは分かんなかったまあなんかね、なんかいる。ちょっと誰、大立さんこんにちは。チラッ、おー、飛んだ、キュロッキュロッ、ピーピーピー、おー、かわいい暗くてよく見えないけど、かわいいことは分かった。あ、グラエナがこっち見てるけど、大立そっちに行くと食べられちゃうぞ。あ、逃げたちょっと待って、何今の、ウォグル。あー、めっちゃ追いかけてる、めっちゃ追いかけてるけど、ウォグルも気になった。あ、やばい、追いかけっこ。お、何かが見つかった。え、何、どれ、なんかある、あれ何、取った、クリスタフラワー光っている。これ今ちゃんと取れたんじゃない。これ何、これ何、え、って聞こえ、なんだ、あいつ、雪わら、え、雪わらし、あ、デリバード。あれ何、サンドパン。へぇー、なるほど。はい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 。サンドパンに雪わらしが追いかけられてますよと、そういう瞬間やったのかな。雪わらし判定になっちゃったけどね。いやー、いっぱい雪わらしいる。あっちにはグラエナ。で、こっから、スイーって言って、洞窟ヒューみたいな、そういうルートなんですよね。うおー、うえーい、こんにちは。逃げちゃった。右なんもない？なんもない。とりあえず進行方向見てみる。鬼氷しかおらんかったからな、前。昼に来たとき。あそこめっちゃ光ってるけど、なんか影が見えるぞ。ルージュラ、ほほほほほほ。あ、バイバニエラ。取れた？取れた？そう、なんか、ルージュラとバイバニエラが何かしてる。何してんのやろ。とりあえずリンゴぶつけとけ。なんかめっちゃうろうろしてるけど。あのクリスタフラワー光らせたら、なんか二人ともなんかね、イエーイみたいななったりするのかな。わからん。わからんが、まだうろうろするでしょ。うろうろして、こっち。うわー、むずいね。あれ何してんねやろね。なんかルージュラの要件聞いてたりすんねやろか。こっち。あー、そっち向くのか。ふっ。とりあえず取った。これ何？めっちゃ光ってるけど。なんか、謎のキラキラが見える。あそこもイルミナーのなんかパワーがあんのかな。あ、ポッチャマ、ポッチャマ、お、お、雪の王初めてやん。イエーイ。ピーピロリロ。うわ、モスノー。あー、飛んでっちゃった。まだ1枚取れたから満足。あれなんだ？
あ、ロコン。ロコンと玉ざらしがめっちゃ。なに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 、え、あー、びっくりした。なんか奥の方に何かを召喚したんかと思ったけど。リサイタルしてんな、ロコン。音楽鳴らすと何か、何中なんやろな、これ。なんかピヨピヨめっちゃ聞こえる。ん？気になる。あ、解散してる。あ、ロコンもいなくなっちゃった。あー、走り去っていくか。お、雪の、ちょっと大きい状態で撮ろう。ぽよん。お、リンゴに気づきました。あ、おー、いい食べた。いい食べた。食べた瞬間。やったぜ。なんか、ふーんって聞こえるのは何？なんかやばいやつおんのかな？わからん。わからんままゴールしてしまった。ただ、あー、はい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 。マンムーがふーんって言ってたんかな。なんかね、昼間もなんかね、マンムーいたけど、その時もなんかふーんって言ってたような気がせんでもない。さあ、で、キラキラするクリスタフラワー多分取れてんけど大丈夫かな。ちょっと見てもらおう。見てもらおう。あ、クリスタフラワーびっくり出てるということは大丈夫なはず。ポッチャマが、とりあえずちょっと走ってるやつ。まあ、どっちも星1になっちゃったけど、見せて。そう、グラエナがね、初めて取れましたが、これ多分星3バウバウの瞬間じゃない？そんなことない？わからん。とりあえずこれ。真正面のやつ。で、ロコンがリサイタルしてるんだよね。走り去っていく瞬間か、リサイタルの瞬間か。まあ、リサイタルの瞬間で真ん中のやつにしとくか。で、雪わらしが結構取れた。が、どうやろう。どれもそんなに変わんない？これ？これ？なんか中心の子が一番大きく取れてるやつ。これ？わからん。で、王たちはチラッと見えてるやつと逃げてるやつがあるんよね。あ、これ良くない？なんかシンプルに可愛い。後ろ姿可愛いやつ取れた。まあ、点数は多分なんかね、向きの点数が低そうなので、そんなに高くなさそうだが、まあ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 。で、ウォーグルは大きいやつ置いておいて、で、サンドパン。飛び出した瞬間か。まあでもこれかな。ちょっと暗いんだよな。で、リバードこっち見てるやつ取れた。で、ルージュラもなんか1枚こっち見てるやつ取れたんよな。これか。まあ後ろ姿よりかはこっちかな。で、バイバニラがチラってなった瞬間。これかな。むずかったね。正面の瞬間。ね、クルンってなる瞬間があったから、そこをうまく取れればみたいな感じでしたが、で、玉ざらしに関しては、近いは正義だ。近いは正義だ。ただし真ん中ではない。雪の王はね、なんか食べた瞬間かな、やっぱり。これ。あ、いいじゃん。で、クリスタフラワーはちゃんと光ってるやつが取れたんで、よーし、これは、イルミナーボール、まさかいただけますか。さあ、博士に見てもらおう。よし。一緒に見ていこうか。まあ、ポッチャマはね、ちょっと遠かったね。まあでも、そう、夜は夜なりのなんかね、新しいポケモンが取れたので、まあ収穫はありました。そう、グライナとかね、真ん中でいい感じに取れましたもんね。さて次はグライナか。ね、なんかいろんなポケモン追いかけたりしてましたもんね。あー、大きく取れてるし、これいいよね。しっかり取れました。しかも多分吠えてる瞬間なんよな。で、ロコン。リサイタル中のやつ。リサイタル中かっこ落ち着いてる様子やったわ。まあもうちょっとね、近くに来てくれるのを楽しみに、いや実はいたのかな、わかんない、まあ近くで撮れるのを楽しみにしましょうみたいな、そういう感じでしたね。で、雪わらしは散歩中というか、みんなでね移動中みたいな、そんな感じが撮れましたよと。で、王たち、そう、昼間も撮ったけどね。いやでもこれはこれでなんかね、なんかなんだろうね、なんかどことなくね、情緒があっていいですよね。これとりあえずね、図鑑に残すやつは買えないけど、ちょっとアルバムには残したいな。で、モスノは新発見。
ただし相変わらずそう飛んでるポケモン大体遠くで取っちゃう問題がねあるんですけど、まあ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 そのうち近くで取れるよ。新発見だ。でウォーグル、いいね。なウォーグル初めてやったっけ。なんか結構鳥ポケモンねいろいろ取った記憶があるから、なんかね何かと多分ごっちゃになってる気がする。でサンドパンね、砂漠で取ったのはなんだっけ通っていくスタイル。いやもうね、そう何かウォーグル的な何かを取ったような気がするんだけど、ちょっとねピンと出てこないんだよね。まあ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 見返したらわかります答えは丸投げで、デリバードはまあしっかり真ん中で取れましたんで、まあ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 うんね、距離があともうちょっと近かったらって感じか。ルージュラ結構真ん中で取れましたねこれ。さあまあドアップではないが、うん悪くないね。はいはいはい。でバイバニラ、これクルーンの瞬間頑張って粘ったけどねこれ何してたんやろな、ようわからんよ ね。どこかに行こうとしてるのかな。あどこかに行こうとして、でなんかあルージュラいる、やっぱこっち行こう、あルージュラいるみたいなのを繰り返してたんかな。なんか無限ループしてましたよねバイバニラ多分追い詰められてたんやろな。で玉ざらし、とりあえず大きく取ったから大きさポイントは高い、まあ、ただし向き全部向こう向いてるやつやったもんな。まあこれはしょうがない。はい、これいい瞬間取れたよね。もうちょうどパクみたいなね、ベストタイミング。あ食べているところ、しかも992点ベストタイミング、ほんまにね。しかも大きく取れてるからね、これはよく取れました。自画自賛わーなんか思ったより綺麗なんか氷に光が反射してなんかめっちゃ映えてる。これがデュラス島のクリスタフラワーか。イルミナ状態を撮影できたのは初めてだね。やったぜ。うん、雪や氷の中でも咲くとは、この島に流れる強いイルミナフォースの影響かな。イルミナフォースっていうんや。なんかね初めて聞いたかもしれん、そのイルミナの力。さあ調査レベルは4万5000はいくかな。ちょっと足りないのか、時間によってポケモンたちの様子が違ったんじゃないかな。うん、あとねやっぱ夜は夜でグライナとか出てきましたもんね。おところであれかな、ボールの解放かな。クリスタフラワーのデータも得られたので報告があるよ、楽しみにしててね。はーい、よし、じゃあちょっとまずそうね、可愛く撮れたね王たちちょっと保存していこうぜ。さてアルバム保存していきましょうか。グラエナは、まあ、見せたバウバウの瞬間、バウバウの瞬間撮って、これいいよねこれあーいいね。なんかねこの後ろ姿が何とも言えないよねグラエナを見てるんだけど、なんかねパッと見なんかね月か何かも眺めてるのかなと、なんかそんな感じに見えなくもないよね。落ち着いてる瞬間なんやね。なんか状況的にはねグライナと出会っちゃったみたいな状況なんで、なんかびっくりしてそうな感じはありましたが、なんか落ち着いてるみたいなので、まあまあ。で雪わらしはいいかな。デリバードは新しく取れたので置いといて、サンドパンちょっと微妙やったんよな。とりあえず雪の王のパクは置いとこ。これあひげの下にね口があるので、なんかちょっとひげどけて食べてますよと。いいねよし、じゃあこんな感じで保存もしたので、多分イルミナボールくれる、イルミナオーブでしたっけ、ボールどっちだ、くれそう。さあイルミナ現象の分析ができたよ。ああやっぱりそっか、オーブの方よね、はい、これからデュラス島のこれがデュラス島のイルミナオーブだ。これで調査が進めば最後のイルミナポケモンの居場所もわかるはずだ。頼んだよ。はーい、ボールゲット、うんオーブゲット、よし。じゃあね
まあ、早速イルミナーオーブ手に入れたところではありますが、次回はね、そう、暗くてね、そう、なんやかんやね、洞窟の中とか暗かったりして、ちょっとなんともみたいな感じやったんで、ちょっとね、次回はこのオーブを使ってキラキラさせながらね、写真撮っていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。